あ、そうそうそう。誤解受けたらあかんから、釈明しとくけど、うちがよくな、お前らのことな、まあ、左翼の言葉を、左翼か、の言葉を借りてな、死ねえ死ねえって、うじねえってね、うじねえ、うじねえって言うけどな。あれは結局な、前も言ったやろ。その、お前らはうちの体内におるから、うちの体細胞由来、いうかまあ、厳密にはうちのふけらかを原料とした生命体に過ぎないね。な。そんなんに対してな、使命とか言ってもな、それ、うちもな、要するにうちの体内におるあんたの体は、うちも転生、とか、輪廻もせなあかん、転生も輪廻も。な、嫌やんか。な。お前らみたいにエロい奴らかどうか知らんけど、お前らはな。そんなことが争点なんじゃなくてな。お前らは一生懸命な、いやらしいことに精出しとるけど、学校でな、例えば。そんなことが争点違うね。言っとくけどな。お前らの細胞に対して死ねーっていうことで、うちの体をそもそも犯したお前たちの元の体、元の世界に住んでるお前たちに対して死ねーっていう呪いを、うちの体内で言ってるだけやん。お前らはうちの体内におるだけ。ところがお前らの体が井戸になって、お前らの本来の体に死ねっていう呪いが届くね。そういうメカニズムやって言ってるやん。だから外の世界、本来の世界で、お前らはバーンってショック死ね。ただ外の世界のお前らってな、今のお前らの顔の形とか全然ちゃうで。お前らの顔の形は、うちの顔の影響を極めて受けてんねん。随分違うと思っててもな、外の世界のお前らって全然違う遺伝子やねんけどな。ただうちの体内で、うちの遺伝子の影響を受けるわな、そら宇宙を原料にして、お前らいつまでも死にたかってるねんから。で、それが重層構造に、もう数千層じゃ効かへんな、四千層とか、七千層とか言ったけど、もうもっと、すごい層にわたってお前らうちに寄生虫のようにすんどん言ってるやろ、いつも。そんだけ累積してるからな、お前らうちに対して。だからこんな呪いが、外の世界の本来のお前らに対して効くね。だからこの世界で、お前らに対して、その殺害などの意図を持った脅迫を行ってるわけじゃないよっていうのを釈明しとかなあかんやろ。いつもそう言ってるやんか。今回もそれ言っただけだ。